野シャップ岬付近から見る稚内分屯地は、野シャップ岬近くの北海道稚内市エビスゴノニの位置に所在し、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊や情報本部が共同使用している防衛省施設における陸上自衛隊としての故障で、なよろ中トン地の分屯地として運用されている。同施設内には海上自衛隊の陸上施設が併設されており、 主要な施設や敷地は航空自衛隊三沢基地の分屯基地である航空自衛隊稚内分屯基地が占めている。陸上自衛隊は稚内分屯地、海上自衛隊は稚内基地分検隊と各自衛隊拠点の故障があるが1954年12月アメリカ空軍のレーダーサイトに航空自衛隊の北部航空警戒管制隊第一中隊 第2小隊が展開して、その後、正式に航空自衛隊輪っか内分屯基地となった。輪っか内分屯基地は、陸、海、空の3つの自衛隊が同じ敷地に所在する全国でも珍しい基地である。陸上自衛隊の普通科部隊や、海上自衛隊の護衛官軍などの実力部隊は配備されておらず、通信の防止や宗谷海峡での船舶監視などを主な任務としている。 航空自衛隊の分屯基地内には、航空自衛隊が主に使用する共用ヘリポートがある。各自衛隊の部隊では、陸上自衛隊分屯地指令は、第301沿岸監視隊長と兼務の二等陸佐、海上自衛隊基地分県隊の隊長は二等海佐、航空自衛隊分屯基地指令は、第18警戒隊長と兼務の一等空佐を当てており、基地の特性上、 航空自衛隊の部隊長が常に再選任者となるよう配置されている。最寄りの演習場は、鬼種別演習場。アメリカ軍航空自衛隊陸上自衛隊、航空自衛隊陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊分屯基地管理業務は、なよろ中トン地業務隊は、家内管理班及び、第301沿岸監視隊所属の陸上自衛官、機官が行っている。また、 電気、吸気は海上自衛隊部隊からも要因の差し出しの上共同で実施している。基地内の各種契約、会計管理は陸自の会計隊が一括で実施、外部回線及び基地内の通信業務等も陸自の基地システム通信中隊派遣隊が一括で担当している。ありがとうございます。